はい、皆さんこんにちは。ハルです。今日はちょっとですね、私事情がありましてですね、事情私の顔は出せないんです。でですね、今日はですね、私の彼氏であるゆうなぎさんの顔を皆さん、見たくねえよって。いやいや、女性の皆さん見たいですよね。いやいや、女性見てないから今。女性か、女見てないんだ。うん、よろしく見てない。ほぼ。今日はですね、ちょっといいじゃん、しげちゃん。はいはい、この間ですね、彼とドライブ行った時にですね、私が助手席乗ったんですね。そうしますとですね、JB23 あるあるでですね、なんとですね、ドリンクホルダーがね、ここしかないんですよ。で、私のここに、1個はですね、こういう、手指消毒剤っていうのをここに入れてますから、ここに1個しか置けないんです。そうすると、彼がここにジュースを置いちゃいますと、私の置くところがないんですね。これ。ということでですね、今日はですね、もともと彼の JA11 の助手席についていた、こちら。はい、こちらです。アピオのドリンクホルダーじゃないですよ。アピオのドリンクホルダーつけて、ちょっと再生回数を狙おうと思ったんですけれども、うん、私はどうもああいうのは好きじゃないので、こちらですね。彼が前つけていた、これ、自転車用ですか？自転車用。自転車用の、ドリンクホルダーを、こちらにこうつけましてですね、ジュースを置いていきたいと思う。ただ、それだけの動画です。はい。でですね、私ちょっとですね、今日ちょっと顔出しできないんですよ。事情がありまして。で、今日はですね、ゆうなぎさんにちょっとつけてもらいますね。まあ、これ、まあ、私でも、皆さんわかりますよね。つけられるんですけれども、まあまあ、彼に、ちょっとつけてもらいます。じゃあ、ゆうなぎさん、よろしくお願いします。はい、はい。あ、両面テープ持ってこようか、一応。そうだね。はい、まずはですね、両面テープをですね、ここに切りまして、はい、ここに貼ります。はい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 、もう一箇所。はい。貼ります。はい、貼りました。できました。もう3チャンネルのできるかなって知ってる？そうだね。懐かしいね。知ってる？できるかなで。のっぽさんと。そうそう。なんだっけ、あれが。あ、なんだっけ、あれ。うーってなんか言うんだよね。うん、なんだかな。じゃあ、これを。じゃあですね、ちょっと乗っていいですか。はいはい、塗れないよね、ここ。大丈夫だよね。うん、じゃあ、ちょっとジュースを置いてみて、どの位置がいいのかっていうのを検証していきたいと思います。じゃあ、ちょっと。やっぱここだべ。かっこいい。こうやって、こうですか。消火器みたいだね。ああ、そうそう、いいよね。こっちの方がいいか、ここ。こことか。いや。発煙筒みたいな、ほら、これ。ああ、発煙筒、うん。でもなんか、ここはどうですかね。普通だよね。普通、ここなら。抜けなかった、抜けないだ、これ。ほら。ああ、ほんとだ。じゃ、もっと下、うん、降りるの邪魔だね。ね。ここね、足がちょうど当たっちゃいそう。あ、そこいいね、でもね。なんか言ったべ、俺が最初から。なんか消火器みたいですね。うん、ジョージアの。じゃあそこにしましょう。はい。じゃあ一回取ります、はい。あ、ここかっこいい。ね、うん。タイヤロー通るかな、これ。あー、やってみる、うん、で、これをですね、タイラップでね、固定するんですけれども、通りますかね。あ、通るわ。通る。うん、通った。通りました。うん、タイラップを2本で、つけて、雨が降ってきた。雨降ってきた。これで、うん、で、ここに両面テープくっついてますから、はい、両面テープで、まずは、その角度？ん？なんで？いい、これ、乗っけて、うん。こういう感じだから、うん、そこだ、うん。そんな感じだ。そうだ。一回取る？はい。いい？取るよ。いいよ。取りました。OK。はい。
で、両面テープでくっつけて、後からこの、タイラップで、固定ですね。あ、これね、これね。ここ見て。え？何？あ、ここだ。メイドインジャパン。ああ、ここに書いてあるみたいですよ。うん、ああ、メイドインジャパン書いてある。日本製よね。ああ、書いてありますね。高いんだから。これちなみに私、なんか、取り付け工賃込みで、5000円。5000円、え ?5000円。アピオのドリンクホルダーより高いからね、これ。アピオのドリンクホルダーより高いそうですよ。5000円なんですよ、これ皆さん。どう思います？物がいいんだもん、これ。この親父、私から5000取る気ですよ。5000ですよ、これ。こんな雨降ってる中、これ取り付けるんだから、ね。安いもんだよ。でも、雨降ってる中取り付けてやってんだから、5000払えって言ってます。今、払えって言ってましたね。まだ払えって言ってない。5000円だからね。5000円したんだからねって言ったら。できた。じゃあ、ちょっと付けてみます。OK。ああ、あ、いいかもね。うん、あ、いい、すごいいい。うん、これ切った方がいいですね。うん、これいいじゃん、これお茶目で。いやいや、もうちょっときつく、目いっぱいきつく締めちゃってください。好きだ。あんたも好きだね。うん。きついの好きなんだよ。あと残っちゃうよ、大丈夫。大丈夫。あと残んないとダメなのよ。あ、そうなの？逆に。健康診断の時大丈夫。あ、車検か。大丈夫、大丈夫。うん。見てください、この食い込み具合。どうですか、皆さん、これ。変態だな。あ、これちょうどいいかもしんない。あ、いいね、これ。皆さんどうですか？ちょっとこれ切りましょうよ。これ切って、ちょっと最終的な、あれを取ります。取るんだ。ハサミある？ニッパー。ニッパー？根元からいきます。はい。ああ、感じる。はい、できました。さて、これで、こういうふうに、じゃん！ほら、見てください。ジョージアの、私の大好きなカフェラテ。こちらがですね、すっぽりこう入る。これならですね、この車で、どっか、彼が運転しても、私が助手席座っても、彼がここに、ジュースを置いて、私がここに置けると。まあ、なんて素晴らしい。アピオの5000円の、5000円だっけ？アピオのドリンクホルダーでもすごいですよ。ほら、なんか見た目も、なんか良くないですか、これ。なんかかっこいいですよね。ここにこう、なんかこうおしゃれだよね。なんか、世田谷あたりのセレブが世田谷区在住ですあ、いいですね。前は見えんの。あ、いいかもしんない。なんかいいですね。はい、ということでですね、今日はですね、 JB23 用の JB23 にですね、ロールバーがついてる方、こういうような付け方がありますよという、よいしょ、動画でございました。それでは、ゆうなぎさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。はい。さよなら。はい。どうぞどうぞ。はい、じゃあ。はい、ドリンクホルダーの代金と、取り付け工賃で、5000円。はい。渡します。ありがとうございました。はい、まどうぞ。ちょっと確認させてもらいますね。はい。はい。あ、領収書を切ります？いや、領収書いらないです。はい。はい。あ、どうも。